フランソワ・モーリアックは、フランスのカトリック作家。息子に、クロード・モーリアック、外孫にアンヌ・ビア・ゼムスキーがいる。1926年に、アカデミー・フランセーズ賞を受賞し、1952年には、ノーベル文学賞を受賞した。なお、アカデミー・フランセーズ賞受賞者としては、初のノーベル文学賞受賞者であった。ボルドーの中産階級の家に生まれ。 経験なカトリックの母に育てられた。1906年にパリに出て、フランス国立古文書学校に入学したがまもなく、対抗した。文学に洗練し、現代史レビュージュタンプレゼントに寄稿する傍ら、1909年に、諸女詩集、合唱レメインズ女アントを発表し、モーリス・バレスの賞賛を得る。第一次世界大戦に従軍し、戦後の1922年、 来社へのセップンラベーゼーユーレプルーを発表して、小説家としての地位を確立し、ついで1923年、日の河原フルブデフ、ジェニトリクスジェニトリックスを発表後、1925年、愛の砂漠レデセルトデラムールによって、アカデミーフランセーズ賞を得た。また、1927年、テレーズデスケルー、テレーズデクル、1932年、マムシの絡み合い、 デニューでビペアーズなどを発表したほか、イエスの生涯ラビで、ジェジュやラシーヌ、パスカルを論じたものや小説論もある。戦前は反ファシストの論人を張り、第二次世界大戦中は反ナチス抵抗運動に参加。その記録を、黒い手帳会へのワール、筆明惚れ、1943年として、地下出版の深夜草書から刊行した。 戦後は急進カトリック派の重要人物として保守主義の立場から実存主義と共産主義に対決している。1952年にノーベル文学賞を受賞している。彼は背景や題材を多く故郷のボルドー地方の風物、古い伝統や飲酒の殻に閉じ込められた地方的な家庭生活にとり、個人と家庭、信仰と肉の葛藤、エゴイズムと 宗教意識の戦いを主なテーマとした。病的なほどに画集や肉欲にとらわれる人間の内面を執拗に分析して神なき人間の悲惨を描いた。表現は独自の内的独白の手法により、文体は古典的で、端性、聖地で、構成も極めて巧妙、深刻な道徳問題を取り扱った心理小説家として独自の地位を保つ。 遠藤周作や三島幸夫に影響を与えた小説劇作ありがとうございます。